もうとにかく一度使ってみたらわかると思います。チキチキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はくせ毛さんが使うべき市販のヘアオイルを紹介していきます。くせ毛でなかなか髪の毛がまとまらない、うねりを抑えたいけど何をしたらいいのかわからない、こんな風に悩んでる方たくさんいるんじゃないかなと思います。髪の癖だったりうねりを抑えるためにはヘアオイルがいいって聞くけど、実際ね、じゃあどれを使ったらいいのわかんない、そんな方もたくさんいると思ったので、今回はくせ毛さんに合うおすすめの市販のヘアオイルをご紹介していこうと思います。今回は厳選した、もうあやまるがしっかり厳選した3つです。今回のオイルはお風呂から上がった後ね、ドライヤーの前に使う洗い流さないトリートメントのオイルをしっかりと選んできましたので、ヘアケア用のオイルですね、ドライヤー前に使うオイル探している方はぜひ参考にしてみてください。はい、それでは早速紹介していきます。まず1つ目、じゃん、こちらのエルジューダ MO です。これ私ちなみに3本目です。価格は 120ml の2860円です。こちらのヘアオイルの特徴としてはオリーブスクワランを配合していて、髪の毛を柔らかく扱いやすくしてくれるっていう効果が期待できます。またアフリカのバオバブの木から取れるバオバブオイルを配合していて、これにも髪の毛を柔らかくするっていう効果が期待できるので、髪の毛が硬い方にもおすすめできるヘアオイルになっています。くせ毛だとどうしても髪の毛が広がりやすいし、すごいボリューミーに見えてしまうんですけど、髪の毛をしっとり柔らかくすることで広がりを抑えてくれるし、まとまりのある髪の毛に仕上げることができます。このエルジューダシリーズって皆さんご存知の方もいるかもしれませんが、本当にね、いろんな種類のアウトバストリートメントを揃えているので、どれをね使ったらいいのか悩んじゃうって方もいるかもしれないんですけど、それだけもういろんな髪質だったり仕上がりに対応してくれてるって思うとやっぱりすごいですよね。で、実際に手に出してみるとこんな感じです。結構とろーっとして硬めかな、硬めだけど、まあ柔らかいけど、まあちょっと硬めかなぐらいな、シャビシャビではない感じですね。もう本当にしっとりまとめてくれそうな感じのテクスチャーです。香りは大自然の柔らかさと優しさをイメージしたトランスパレントフローラルの香りみたいなんですけど、結構上品な柔らかい甘い感じがしますね。私的には本当に甘すぎないけどなさすぎない感じの、本当ちょうどいい塩梅の香りかなって思います。本当に実際使ってみると、あの乾かしてる時にね、分かると思うんですよね。もう髪の毛がすごいしっとりしてるような感じ、いつもの癖の出具合とはちょっと違う、癖が完全になくなるわけではないけど、ちょっと緩まって癖を伸ばしやすい髪の毛にしてくれるっていうイメージですね。ちょっとずしっと重くなるようなイメージです。香りもほのかに残るし、なんか次の日の朝までしっかり残ってる感じは感じられます。次の日の朝のまとまりも誤る的にグッドでした。続きまして、くせ毛さんにおすすめのヘアオイルはじゃん、こちらルシード L ハッシュタグ質感再生ヘアオイルです。価格は 90ml で1540円です。以前私の動画でルシード L さんのヘアミルクの方を紹介させていただいたんですけど、今回はこちらのヘアオイルをご紹介したいと思います。このヘアオイルの特徴としては散熱トリートメントとしてレブリン酸を配合していて、ドライヤーなどの熱によって髪の内部により浸透しやすく補修してくれる効果が期待できます。また熱から髪の毛を守るヒートプロテクト成分や、熱を活かして髪の毛を補修するヒートリペア成分など、ドライヤーだったりアイロンの熱に着目したヘアオイルになっています。で、実際手に出してみるとこんな感じ、ちょっとさっきのエルジューダよりはもうちょっとシャビッとした感じ、でもすごいシャビシャビシャビって感じではなくて、シャビにプラスちょっととろみがついたような感じですね。で、香りは結構あのフルーティーな甘い感じですね。なんかマンゴーみたいな感じがします、私の体感的に。なんか南国フルーツのイメージです。ただ一応公式では金木犀とグレープフルーツの香りみたいです。で、割と結構香りはしっかり強めにあって、もしかしたら好みが分かれてしまうかも知れないっていう感じです。私はちなみに大好きです。で、実際使ってみた感じなんですけど、濡れた髪につける時に結構本当にスルスルスルって伸びてくれるんですよね。で、つけ心地がすごくよくって、乾かしてる時はまあ普通にね、指通りもよくサラサラなんですけど、あのブラシを通しながらブローをするとめっちゃ綺麗につるんと柔らかくまとまります。なんかずっしり重いっていうよりかは指通りが良くなってサラサラちょいしっとりみたいな感覚でした。次の日の感じだとちょっと気持ち軽めかなぐらいです。でも一般的なヘアオイルに比べると重い方だと思うんですけど、エルジューダに比べるともうちょっと軽いかもっていう感じです。でもあの本当に誤る的にもお気に入りのオイルです。はい、では最後3つ目がこちら、はい、
ありがとうございます。カミリーのヘアオイルでございます。価格は 80g で1980円です。こちらはね、ご存知の方多いと思うんですけど、私あやまるがプロデュースしているヘアオイルでございます。このヘアオイルの特徴としては、本当に実際の使用感に本当にこだわっていて、重さと軽さのバランスがもう絶妙です。やっぱり重すぎてもベタっとして扱いづらくなってしまったりとか、逆に軽すぎても髪の毛が結局まとまりにくかったりとか、副作用を抑えられなかったりするので、本当にそのいい塩梅をね、バランスを取るのが結構大変でした。このヘアオイルはしっかりまとまるのに重すぎないっていう質感にこだわって作らせていただきました。本当にここまででわかると思うんですけど、熱が入りますね。やっぱりこの私のカミニーの話をすると、もう詳しい成分だったり、その当時の私の心境だったりとか、なんかいろいろ話したいんですけど、たくさん話してると多分今週が終わっちゃうので、簡単に説明すると、保湿成分として加水分解コンキオリン、加水分解シルク、バオバブ種子、スクバランを配合しています。それ以外にもヒートプロテクト成分としてヒロドキシプロピル加水分解シルク、ガンマドコサラクトンを配合していて、髪の毛をドライヤーの熱から守りながらも熱に反応することで滑らかな仕上がりにする効果が期待できます。また柚子果実エキスや白キクラゲ多糖体などによって紫外線や摩擦などのダメージから守ってくれる成分も配合していて、髪の毛にいい成分をふんだんに使っております。手に出してみるとこんな感じですね。とろーっとしてます。さっきのルシードエルかエルジューダ、どっちに似てるかって言われるとエルジューダよりですね。ちょっととろっとした割と硬さのあるオイルになってます。でもね、ちゃんと伸びるんですよ、濡れた髪の毛につけると。これ使ってくださってる私の美容室のお客様にも結構言われるんですけど、本当にコスパ良すぎてもうなくならないんだけどみたいな、もうワンプッシュツープッシュで全然すごい伸びるから、コスパ良すぎてなんか本当にありがとうって言われることが多いです。で、香りに関しては洋梨とフリージアの香りで、強さも結構抑えめにしています。私的には本当に大好きな香りで、これが嫌いな方はあんまりいないんじゃないかなとは思います。まあでもね、香りは好みなのでね、絶対こうとは言えないんですけど、周りの反応を見ていてもこれを嫌いな人は今のところ見てないですね。で、このオイルを作ろうと思った時に、皆さんがヘアオイルに求めてるものって何だろうって考えて、クセを抑えたいとか、ボリュームを抑えたいとか、柔らかくしたいとか、ツヤを出したい、そういった悩みを持ってる方すごい多いなって、お客様からも周りのね、人の意見を聞いても思ったんですね。で、実際に私もすごいね、今は収まって見えると思うんですけど、結構クセ毛なんですよ。本当にモワモワモワって広がるし、クセ毛だからなんかパサパサに見えるし、割と本当にクセの悩みに関してはコンプリートしてるかなって思うぐらい、いろんな癖があるからこその悩みをすごく持ってるんですけど、結構本当に扱いにくい髪質だと思うんですね。そんな私が納得いくまでもうしっかりこだわって作ることができたヘアオイルなので、私と同じような髪質の方だったりとか、同じ悩みを持つ方にはぜひ使っていただきたいなって思います。本当に後悔させないので、ぜひもしね、ヘアオイル今探してるんだよねって思った方いたら試してみてください。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと今回はね、少なめでしたが、くせ毛さんにおすすめできる、私がね自信を持っておすすめできるヘアオイル3つ紹介していきました。実際私もくせ毛なので本当に実感するんですけど、ヘアオイルとか洗い流さないトリートメントとかつけると本当に全然仕上がり変わるんですよ。超髪の毛扱いやすくなります。もう逆に怖くて、私洗い流さないトリートメントを使わないっていうことがない、だから使わないっていう状況が怖すぎて、 100% 洗い流さないトリートメントはもうつける体になっちゃってます。もう絶対ないと不安だし、どこに行くにも一緒に連れていくぐらい大事にしてます。なので、普段洗い流さないトリートメント使ってないよっていう方だったりとか、今のアウトバーストリートメントに満足してないんだよねっていう方がいたら、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、自分に合ったヘアオイルを見つけていただけるといいなと思います。個人的には本当にカミニーのヘアオイルがもう大優勝なので、今日お話しした3つの中で言うと、エルジューダとルシードエルのいいとこがもう混ざってで、できましたみたいなぐらい、本当に最強なオイルだなって自分で思ってるので、っていうか最強って思わなかったら私皆さんにお届けしないので、やばい、ちょっとね、熱くなってきちゃうと私こう画面にだんだん近づきすぎてもう顔がアップになっちゃうので一旦やめます。もうとにかく一度使ってみたら分かると思います。ぜひ試してみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクから、かもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。
ミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもあるアヤマルが開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時はアマゾンビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。やっぱりね、私もね、昔はずっと宿毛矯正かけてましたよ。すごく癖毛なんでね。だけどやっぱり自分の癖を受け入れる、そして自分の癖をうまく活かすっていうことで本当にストレスが減りました。今日髪の毛私一切巻いてないんですけど、これ自分の癖なんですよね。ただすごくいい状態で癖が出てる今は。でもそうするためにもやっぱりヘアオイルとかヘアミルクとかアウトバーストリートメントってめっちゃ大事だし、うまくケアすればうまく癖も出てくれるんですよね。だって私がハイパー何もしなくて一番ヤバかった状態の癖毛、よくサムネとかで見るかもしれないんですけど、この状態なんですよ。本当にボーボーになるんですけど、それがちゃんとケアすることでこれで収まるわけですよ。だからね、私と同じように癖毛で悩んでる方とかぜひ私の動画参考にしていただいて、ヘアケア頑張ってとか一緒にね頑張りましょう。すごく応援してます。他にもね、何か髪に悩みがあったら YouTube とかで大体その髪の悩み謝るとかで検索してもらえたら割と大抵のものは出てくるかなと思うので、ぜひ私をね利用してください。皆さんの役に立てるとめっちゃ嬉しいです。みんなで一緒に頑張ろう。何の動画だこれは。